言ってるわ、最後わかんない。皆さんにお願いがございます。黄色いロープより内側に下がってご覧いただきますようにお願いいたします。大変危険でございますので、黄色いロープより内側に下がってご覧ください。ラジッツ祭りまもなくスタートとなります。今しばらくお待ちください。町会会長坂口雄太より被災者義援金をお渡しいたします。そして青年団から花束の贈呈も行います。ではよろしくお願いいたします。被災された方々にお役にいただければ幸いでございます。ランタンは東北館で遠くからでも一目で堀上町と分かります。だんじり祭りができることに心から感謝し、その喜びを全員が一丸となって体現します。堀上町らしい切れ回るシャープで豪快なやり回しを随所で決めたいと思いますので、ご声援のほどよろしくお願いいたします。それでは堀上町だんじり新道パレード一番のスタート、まもなくスタートいたします。お店の中に入らないようにご協力をお願いいたします。緊急事態や災害に備え、道路拡張など安心な街づくりに努めてきました。そんな生まれ変わった街に平成17年に新町だんじりが完成いたしました。制作者吉富工務店、彫刻師石田教授氏による見事な彫刻は、夜幕には石山本願寺大合戦、本能寺の戦い、
15人組鈴鹿大会が三位一体となり、この日のために1年間切磋琢磨してきました。素晴らしく磨き上げられた三大不動のだんじりをやりましょう。どうぞご堪能ください。そして彼らの優勝に多大なるご声援のほどよろしくお願いいたします。それでは半大不動だんじりまもなくスタートいたします。馬上の上杉謙信と軍配でその太刀を受け止める武田信玄の姿が見ものです。ぜひ近くでご覧ください。我々平岡町は礼儀入場をモットーとして町全体が一致団結してより良い祭りができるように日々取り組んでいます。
では茨城町ダンクで間もなくのスタートです。それでは堀上町ダンクに帰ってまいりました。